野々宮神社、野々宮神社は、大阪府堺市中区にある神社、日の宮とも呼ばれる。小結びの命にちなむ発火と鎮火の神として、日の宮とも称され、菅原道座根からは、文字の神ともされる。創建は不詳だが、約400年前と言われる。泉国王取り群深い層、野々宮香織林寺の略演技によると、天正年間に細川氏の陛下に会い、 春日車両であった奥山に転座し、再建されたとされる。明治4年までは、中村の降臨寺と並存していたが、神仏分離で同時と離れ、翌5年に豪社に列した。1万平方メートルの境内には、稲荷社、春日社、八幡社、五福島社があり、明治42年に、畑山の阿多子神社、東山の五福島神社、九だの東山神社、 やわた神社、奈良派のやさか神社、紅葉の菅原神社、八田の菅原神社を合祀した。神門は、八重山桜であり、野宮神社に宮入りする、宇治子各庁はこの桜門や桜門を基調とした、衣装を使用している。例祭には、深い段尻祭りや、くせ段尻祭りも合わせて行われ、二日間にかけて、宇治子による段尻の宮入り等で境内が賑わう。また、 祭神にちなんで、毎年10月5日と12月12日に、火祭りの神事が行われる。稲荷神社、春日神社、八幡神社、五福島神社の4抹茶があり、伊勢神宮の遥か廃所も設置されている。境内には、漢文3年の命のある、石灯籠一帯など石造遺物がある。また、堺石指定保存樹林の陳樹の森、常寮の森に囲まれている。 常寮とは、不解合の米への常ねり教に由来する。ありがとうございます。